間でですか、ちょっとメール上、もし相手の方か、あなたか入らないときには、その突きはどうやってできるか、どの方が、受けの方は、力も相手に入らないときに、その突きはどうやって出来上げるか。相手が力のない方。假設抓着他自己没有充足的力气的时候，普通は OK よ。こういう力を吐いて捕まる捕まるだから、でももし相手に他の力がない、他の力がない、相手が攻撃しようとする力がない、攻撃しようと思わない、相手に OK。相手がカーブとか手打ちとかで攻撃をしてくる、そうじゃない場合、ただ公園になったりとか、そんな感じですか。じゃあ、例えば、あそこでぼんやりします。で、それは、彼は動きを動いてくる気持ちがないですから、何もやる必要はないんですが、そこから相手に決めるようになる。ですか？抓着他自己没有攻击的那种意图，没有抓的意图的话，那情况也是可以自己。何も攻撃の意思がない。ね、でただぼんやり立ってる。ね、これが掴もうとする、打とうとする気持ちがない。その時には、この手を、この手に、例えばフランス。はい、この手を少しこう、ほら、ここで受けない人がありますか、こうやったら終わりですよ。必ず、パスをし、いい、この手がこうでもいいんです。でも、私はこうやったら、必ず導入の手を取る。取方自己做出来的一个动作，可以诱导受方，他也会做出一些相应的动作，那么受方他也要保护他。同情に来た限りは、私たちはもはやとしてない。とか、こうしたら、はい、ここは意思がなくても、ここに、ただこれだけでもいい。ここに入れるんです。ここに入れるんです。ただ触るだけ、でも、彼に、押し、押させるんです。1 2 3 4
结果これは健康だったらいいんですが。像刚刚那种一二三四这种做法，是在练习的时候可以这样子做。刚开始的。平常老师的做法可能。后抓。そんな危険なことはないですよ。まあ結構はここでいるんですけれども。像刚子很危险，那练习的时候是可以那样做的。不是，但平常当然就是老师说的。頑張らないと危ない。そのような気持ちで。如果没有把对方这样抓住、控制住的话，就。まあ危ないのでやらないでください。こっからでいいですよ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 。たくさんの武道やった人たちは、はい、合気道は、はい、ここから始まる。これないでしょ。合気道は一つないでしょ。言います。可能有一些状況是、有時候我們都是同時抓好之後才開始做、但是合氣道的話不是這樣。あるんですよ。あるんですよ。ある。ね、でもこれは危険なのでやらないだけで。先生方は覚えてください。ここあるんですよ。如果是练习的话，可以请对方抓好抓住之后，我们再来做。先生の意思、意思のない人に意思を持たせる、構えという構えを持たせる。不是说他不構え。後ろを構えさせる。お。これで質問の答えになってますか？